飛行舞踏大会決勝戦の最中、突然襲ってきたブランザド。彼らは10年前にも襲撃してきたが、なぜか今回はあっさりと引き上げてしまった。そして数ヶ月、事態を重く見た地球防衛連合はパイロットたちの訓練を強化した。ここはジェネシス。そしてここは都市を再現したアカデミーのバトルフィールドで、ここはそこへ渡る橋。一番乗りだぜリオン。何急いでんのよジャスミン。あいつの一番になりたい病はよく知ってるだろ。バックスだけど反省したんじゃなかったっけ。反省なんかしないよ、あいつは子供なんだから。子供でも反省はすると思うけど。まったく、今日は俺たちが最初だからまだ空いてないって言っただろ。ああ、子供以下だったわ。遅れるなよリオン。なんだって、ね、どうだって言われても。試合はこれからだぞ。そうそう、よし行くぜ。コックピットルエド。聞こう、セットアップ。やる気になってるの？ブランザド役って何？まずは組み合わせと順番を決めるの。ああ、ブランザド役決めるのな。まずは組み合わせ。ああ、グーパーじゃん。勝った。勝ち負けじゃないでしょ。じゃあ私とバックス、リオンとロブね。順番は私とリオンで決めるよ。え、いいぜ。じゃんけん、はい。お、皆さん、おはよう。マーティー校長、おはようございます。いいですか、対ブランザド戦に備えてデータを集めてきましたが、まだまだ足りません。皆さんの模擬バトルが非常に重要です。今日も頼みますよ。オッケーだぜ。はーい、始めるな。準備オッケーな。もちろんだ、行くぜ。なんだよ。お前じゃないだろ。あ、模擬バトル第一戦はバックス VS ジャスミンだ。スタート。
よバックス。来いジャスミン。もちろんデータはかなり不足しています。10年ぶりの襲撃、随分とあっさりされましたね。一体何のつもりなのか。様子を見に来たのかもしれません。10年前と変わっているか。あの時は彼らのおかげで何とか食い止めたが、ブランザドが何者なのかわからぬまま。へへ、ミッケ、こっちはずっと見えてるよ。甘いな。爪が甘いな。あれ、大丈夫か。スキアリ。ブランザド相手にそんな作戦効くか。ダメかな。多分気候の性能はもちろん、パイロットたちも日々の訓練でかなり成長しています。しかし敵の正体がわからぬままでは。遅い。パワー不足、動きが単純。お前もな。彼らはどうやって空間を行き来しているのか。それも解析中ですが、解明には時間がかかりそうです。ただ彼らが現れた時の強い電磁波は記録しています。そこから推理して、おそらくあれはプラズマトンネル。やはり彼らは異次元を自由に行き来している可能性が高い。どこにいるのかわからない。動きも読めない。いや、しかし、はあ、ブランザドなる者、間もなく動き出すと星は伝えておる。なるほど。占いですよね。のんびりしていられないということは確かですね。わからないことだらけですが、彼らの出現を察知することはできるかもしれません。ほんのわずかですが、こちらの迎撃体制の時間が稼げれば。へへん。忍者ミサイル。なんの超連射。俺も早く戦いて。おい、落ち着け。よし、行くぜ。待て、ね、何がよしなんだよ。ナビワイルド。
ああリオン壊しちゃったな。本物じゃなくてよかったな。リオン何やってんだよ。まったくめちゃくちゃだぞ。勝手に割り込んできて失敗して邪魔ばっかり。訓練にならないんだけど。まずは自分の武器を使いこなすこと。もっと重要なことは連携プレーだろ。チームなんだぜ。こんなことじゃブランザドと戦えないぞ。分かってるのか。よし分かった。1対3でいいぜ。分かってない。今ブランザドが来たら大変な。あ、大変な。なんだあれ。空が割れたな。キチラ戻れ。了解な。ジジブデータ照合。ジェネシス上空に異変。これはエマジシナ。来やがったな。待ってたぜブランザド。突然現れた謎の気候、ついに来たなブランザドって思ったけど、なんか変だ。あれ、次回なぜだリオンが2人、気候セットアップ。